ものづくりや農業といった文化・スポーツ以外の分野の全国大会などで優秀な成績を収めた人を称える笑顔の愛媛賞の表彰式が14日県庁で開かれました。今回の大賞は個人5人と1団体で、河野和人副知事がそれぞれに表彰状と副賞を手渡しました。歓談の時間もあり、受賞者は花嫁衣装の着付けや電子回路組み立てなど参加した大会の様子を説明し、河野副知事は後輩に経験を伝えてほしいと話しました。私は高校生の作文コンクールというもので賞をいただいたのですが、私は自分の夢について書かせていただきました。この経験を励みにこれからも頑張っていきたいと思っています。笑顔の愛媛賞は2011年に始まり、今回を含めてこれまでに個人37人と20の団体が受賞しています。